後人は宮部みゆきによる長編小説である。朝日新聞に2013年3月から2014年4月まで連載された。差し絵と題字は河野文代が担当した。2014年8月に朝日新聞出版より単行本が出版され、2017年6月には新調文庫版が出版された。2018年2月に NHKBS プレミアムでスーパープレミアムのスペシャルドラマとしてテレビドラマ化された。関ヶ原の戦いから100年後。東北地方、下ヤ国との国境からさほど遠くない山中にある太平洋山を境に、香山藩と英ーの藩が存在していた。校舎側では藩主側近のソナ男女を中心に強引で冷徹な改革が進められていた。 男女は養蚕を侵攻して、藩の財政を潤わせる一方、ゴズバトと呼ばれ、仮面をかぶる、役人武士たちを率いて反抗的な領民を弾圧。さらに、隣藩の加山藩領民を拉致して、労役を課すなど非道な圧政を敷いていた。そんな折、加山藩国境の五家村の一つの二谷村がシニアに、突然壊滅し、生き残った村民たちが英津の側へ逃亡するという、 事件が起きる。ゴズバ島の人狩りでも村は焼かないとされるがニタに、村では火が上がり、村民たちはまるでゴズバ島より恐ろしい、何かから逃げ出したかのようであった。一方、国境の長村に暮らす男女の妹、主音はニタに村の生き残りの少年、ミノキチを保護する。ミノキチの体には、歯型のような奇妙な傷と異臭を放つ液体が、 不着しており、美の吉は山育ちにもかかわらず庭崎の青大将を見て失神しかけるほど恐れるという奇妙な行動を見せた。山のように巨大な怪物が村を襲ったという美の吉の証言を聞いた、周音や村の用心棒、宗栄、相模藩の絵師、演習らは半信半疑ながらも調査に乗り出し、似谷村村村民が捕らえられているという取りへ赴もむく。すると、 九段の怪物が出現、屈強なゴズバトの砦を簡単に破壊、壊滅させてしまった。独自に事件を調査していた、かやま藩の番子、小日向直也と合流した一同は、藩の垣根を越えて、怪物対策に取り組むことを決意する。しかし、怪物の正体にはかやま、エの両藩の100年にわたる因縁、そして、男女、 主音兄弟の出生の秘密が深く関わっていた。2018年2月17日21時から22時50分に NHKBS プレミアムでスーパープレミアムのスペシャルドラマとして内田秋主演で放送された。地上波では総合テレビにて同年4月30日13時5分から14時55分に放送されている。ありがとうございます。